歯の構造用の断面の拡大図人体の皮膚表皮は多細胞生物の最も外側を覆う組織である。覆うにして内部を保護する役割を担い、特に陸上生物では硬化したり、口倶楽草を持つ例が多い。水中生物では繊毛などを伴う例もある。分類群によってその性質は大いに異なる。陸上植物の表皮系には根、ね、茎、葉、 花などの体表面のほとんどを覆う、表皮細胞と、表皮細胞が不等分裂してできる呼吸を司る、後辺細胞、様々な形態、機能を持つ、毛状突起、表皮細胞を守る、口クラスオ等がある。イカンタバ植物では、表皮は一層の細胞が密に並んだ構造で、その表面に非細胞性の口クラスを持つ。ほぼ一様な細胞からなるが、種によっては毛を生じる。 また、ガスの出入りを保証する機構があり、これは、後変細胞という細長い細胞が2つ並んだ間にあり、これらの細胞の変形によって開閉する。通常波の裏面に多く分布する。なお、表皮細胞は、葉緑体を持たないが、後変細胞はこれを持っている。植物の場合、表皮は、表皮組織系として1つの組織系と認識される。動物においては、表皮は、 上皮組織によって構成される。無脊椎動物では単層上皮からなる。哺乳類においては外廃溶性の重層扁平上皮により構成され、神秘、皮下組織とともに皮膚を構成する構造。外側から角質層、下流層、有極層、規定層に区分される。表皮下には真皮皮下組織が存在する。魚類では原則的に角質層がなく、 災害層には粘液層に覆われている。巨類の代表粘液には手術の生態防御関連タンパク質が含まれており、その代表的なものとしてレクチンが挙げられる。ありがとうございます。